イラブ・ヒデキは、日本出身のプロ野球選手。宇トを右打ち。日本プロ野球と、北アメリカのメジャーリーグベースボールなどでプレー。MLB では、アジア人初のワールドシリーズチャンピオンを経験。二度のワールドチャンピオンに輝いている。沖縄県小座市生まれ、兵庫県山ヶ崎市育ち。ジップは在日アメリカ空軍兵士である、アメリカ人、スティーブ・トンプソン。 日本人の実カ数えハーフとして生まれる。ジップは間もなく帰国した。天ヶ崎市立上高寺小学校、天ヶ崎市立若草中学校を卒業後、香川県の人生学園高等学校に進学。2年生の夏の1986年と3年生の夏の1987年の全国高等学校野球選手権大会に当主として出場。 二年の夏は初戦で敗退したが、三年の夏では一回戦で優勝候補の鈴木健洋する浦和学院高校を破り、三回戦では試合中に右手を痛めて島田直也、西俊志久洋する上層学院高校に敗れた。高校では一学年後輩に佐伯隆弘、二学年後輩に宮地勝彦がおり、佐伯とは両で同部屋だった。 1987年のドラフト会議で、ロッテオリオンズが一指名で交渉権を獲得し、契約金5000万円、年俸500万円で入団を追いした。初年度の1988年から一軍のマウンドを経験、村田長次、前田義長らと共に、チームの弱小投手陣を支えた。入団2年目に、西部の清原和弘との対戦時に、 時速 156km を記録するなど当時から、急速は滅法速かったが、コントロールが悪くカウントを悪くしては執刀を通打されるなど入団後数年は試練の時が続いた。起用法も先発、リリーフなど一定ではなかった。1990年は8勝を挙げ頭角を表しかけるものの、翌1991年は3勝止まりと不審に終わる。 オフの日韓プロ野球スーパーゲームに日本選抜で出場した。翌1992年もリリーフ中心の起用で勝ち星を挙げられなかった。1993年5月3日の西武戦で清原との対戦時に時速1 5 8トルを記録。以後、清原和弘との対決は平成の名勝負と歌われ、 シーズン後半から投球のコツをつかみ7連勝を記録した。起用法も先発、リリーフ兼人から、ローテーション投手として固定されるようになった。また日本ハムファイターズ監督の大沢慶治が、マスコミ相手に、幕張の浜でイラブクラゲに刺された、いててて、と言ったことから、イラブクラゲの異名がつく。しかし、イラブ本人は、真夏以降にしか活躍できないというマイナスの意味から、 イラブクラゲと呼ばれることを非常に嫌っていた。1994年は、自身初のオールスターゲームに、野茂秀夫夫妻ファン投票で出場し、第一戦で、松井秀樹相手に、時速159キロメートルを投じ勝利投手となった。最多勝ちと、最多奪三振のタイトルを獲得、2年連続規定投球回数到達で、防御率も2位だった。 9月28日に行われた大島康則の引退試合に登板し、大島はイラブからにアンダ打っている。1995年、初の開幕投手を務め、小宮山悟、エリック・ヒルマンと共に先発投手陣三本柱として、チームの新役躍進に貢献。再びファン投票選出で、オールスターゲーム出場も、第2戦で金本智明に非本塁出され、敗戦投手。 最優秀防御率と2年連続の最多奪三振のタイトルを獲得した。また4試合連続2桁奪三振も2年連続で記録している。1996年は本来は2年連続の開幕投手の予定だったが故障で当番回避になり、開幕3連戦の他のローテーションは動かせないということで、急遽開幕2日前に4番手のその川和美が、 開幕投手を務めることに決まったという。2年連続で最優秀防御率のタイトルを獲得した一方で、当時 GM であった、広岡達郎に、打たれるのは闘争心がないからだ。と翌日の産経スポーツで言われたと記事にされていたりも、した。3年連続で、オールスターゲーム出場、初回表オールセントラル1番、前立徳2番、立浪和義3番、 トーマス・オマリーの3者連続含め5奪三振と3回をパーフェクト。同年オフにメジャーリーグへの移籍希望を表明し、ニューヨーク・ヤンキースへの入団を希望した。しかし、ロッテ球団は、定型球団のサンディエゴ・パドレスに、イラブの保有権を永久的に譲渡する契約を交わした。それに対しイラブは、ピンストライプのユニフォームの重さというのは野球を、 経験したものにしかわからないと主張し役まで、ヤンキースへの入団に関わり、エージェント団の村と契約し対応。大型トレードを仕掛け、最終的に三角トレードという形で、ヤンキース入団を果たし、4年1280万ドルで契約した。この時、取材陣に対しイラブは、あんたら凡人に、ミケランジェロの気持ちがわかるか、俺はミケランジェロなんだよという言葉を発し、 一部から、品縮を買う。1997年5月31日に、ヤンキース入団記者会見。NPB、MLB を交えた大騒動を経て入団したため、メジャー初登板発先発となった7月10日の、デトロイトタイガース戦では、通常の2倍の観客が詰めかけた。このデビュー戦では、6回に、 3を5安打に失点9奪三振の投球で、メジャー初勝利で、前々年5月の野も秀夫もなし得なかった、日本人初の初登板初先発初勝利を達成した。オーナーのジョージ・スタイン・ブレナーからは、和製ローラン・ライアンと称された。しかし、2試合目は5回5失点、3試合目となった7月20日の試合では6回に、3を6失点で、 降板するときにブーイング中のファンに向けて、唾を吐きかけて、マスコミを賑わせた。その後も成績は向上せず、8試合目の先発を終えた時点で、防御率は7.98となり、先発を外される。さらに、救援に回った最初の試合である9月5日も9失点で、敗戦投手となり、スタインブレナーが、イラブにはもう期待しないよと述べるほどであった。 メジャー1年目の成績は5勝4敗だった。1998年はスプリングトレーニングで右肘を痛めたことにより100球の球数制限を指示されるも開幕からローテーションの一角を担う。5月下旬には防御率リーグトップに立ち、5月は4勝1敗、防御率1.44、ホイップ1.05の成績で、 日本人初のアメリカンリーグピッチャーオブザマンス受賞。6月に調子を落とし、オールスター選出はならなかったものの、14試合の先発で6勝3敗、防御率2.91、ホイップ1.23の成績で前半戦を折り返す。しかし後半戦は1試合のリリーフ登板を含む15試合の登板で7勝6敗、防御率5.21。 ホイップ1.35と調子を落とし、ポストシーズンでの登板はなかったが、チームはワールドシリーズを制覇し、日本人初の MLB チャンピオンリングを獲得した。メジャー2年目の成績は13勝9敗だった。1999年、スプリングトレーニング最終日の試合で一塁、ベースカバーを怠り、スタインブレナーから彼は太った引き返る。一塁カバーを怠るなんてありえない。 ヤンキースの一員としてあるまじき失態だ。体重252ポンドなんて愚かとしか言いようがない、と言われ、さらにキャンプ地への居残りを命令された。その後スタインブレナーは態度を和らげたものの、開幕当初はリリーフとして起用。5月2日のカンザスシティロイヤルズ戦で先発に復帰。7日のシアトルマリナーズ戦では、マック・スズキとの史上初の日本人投手同士による、 先発が実現し、7回を4安打1失点を、脱三振の投球で、勝利投手となる。13日のアナハイムエンゼルス戦では、長谷川修芸との投げ合いもあった。7月は4勝0敗、防御率2.64、ホイップ1.08の活躍で、キャリア2度目のピッチャーオブザマンスを受賞。ヤンキースタジアムでの試合で1塁ベースカバーに、入りアウトを取った際には、 スタンディングオベーションが起こった。しかし8月中旬から5連敗を喫し、後半戦は1試合のリリーフ当番を含む15試合の当番で5勝4敗、防御率5.60、ホイップ1.50の成績に終わる。ポストシーズンでは、ボストンレッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第3戦の3回虫1塁の場面に当番したが、4回に、 3を13安打1本塁打8失点と打ち込まれた。ワールドシリーズでは出場選手登録を外れたため当番の機会はまたしてもなかったが、チームはワールドシリーズ優勝を果たし、自身2個目のチャンピオンリングを獲得した。シーズン成績は11勝7敗だった。1999年12月22日に、テッドリリー、クリスティアン・パーカー、 ジェイク・ウェストブルックとのトレードで、モントリオール・エクスポズへ移籍。ヤンキースと結んだ残りの契約に加え、1年250万ドル、出来高での、翌々年の契約も延長した。地元記者に、エクスポズもピンストライプだから良かったじゃないかと皮肉を、言われる。2000年は、開幕から調子が上がらず、4月26日のサンディエゴパードレス戦後に、 右膝半月板損傷が発覚して、手術を受ける。7月27日のニューヨークメッツ戦で復帰するも、試合後に右肘有利軟骨が発見され8月15日に、手術を受けシーズンを終了。2001年のスプリングトレーニングで右膝と右肘の痛みを訴え故障者リスト入りして、開幕を迎えた。5月31日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、復帰するも、 6月17日に、肘痛が再発。人体部分断裂と診断されたが、手術は回避し、リハビリを続けていたが、8月26日に、遠征先で、チームメイトと食事をした際に酒を飲みすぎ、意識不明となって病院に搬送されたことが原因で29日に7日間の禁慎処分を命じられ、9月6日に解雇された。オフには、 プエルトリコのウィンターリーグに参加し5勝3敗、防御率2.34の成績で最優秀、投手賞と右投手ベストナインを受賞。2001年12月27日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2002年はスプリングトレーニングに招待選手として参加し、リリーフとして開幕メジャー入りを果たす。4月6日のアナハイムエンゼルス戦では、ボクさん、 広ロの故障に伴い初先発。13日のシアトルマリナーズ戦では、一郎とメジャー初対決し3打席を全安打、3ゴロ、U ゴロに抑えた。17日のエンゼルス戦では3点リードの9回に、登板し、キャリアでも9年ぶりとなるメジャー初セーブを記録。以降クローザーとして5月中旬まで一勝10セーブ、防御率0.64。 ホイップ0.92と高騰を続け、地元市からは、球団市場に残るクローザーとも呼ばれた。しかし6月から、防御率8.44、ホイップ1.68と調子を落とし、7月15日に、敗決戦が見つかりシーズンを終える。2002年12月7日に阪神タイガースと1年2億円で、契約。約6年ぶりの NPB 復帰となった。2003年、 監督の星野先一はイラブに抑えを任せたかったが、イラブ本人の希望により先発組となった。この年は、オールスターゲームにも1996年以来7年ぶりに選出され、フルスロッテの本拠地千葉マリンスタジアムでの第2戦に、先発して3回無失点と高騰し、優秀選手賞を受賞した。そしてシーズンでは13勝を挙げ、 阪神の18年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献。しかし、後半戦は9位が落ちて、勝ち星は伸びなかった。福岡大英ホークスとの日本シリーズでは、第2戦と第6戦の2試合で先発するも機動力に翻弄され、いずれも早い回で降板して、敗戦投手となった。岡田明信監督となった2004年は、キャンプイン後の沖縄で、 暴行事件を起こして30万円の罰金処分を受けた。開幕直前にタンパベイレーズとの日米野球プレシーズンゲーム先発。開幕早々に前年の日本シリーズで露呈したセットポジションでの欠点をつかれ、登板数は3試合のみ、防御率は13.11という不調もあって、オフに戦力外通告を受けた。翌2005年開幕直前、最初の引退表明。 ロッテ時代の同僚、前田義長によると、持病の膝痛に苦しんでの決断であった。2005年3月上旬に現役を引退後に、再び渡米し、グリーンカードを取得して、実業家に転身した。高校時代の友人と共同で、カリフォルニア州ロサンゼルスでうどんのフランチャイズチェーン店、スーパーうどんを開業する。当初は人気店だったが、その後閉店した。 2008年8月には大阪市北区のバーでクレジットカードが使用できないことに腹を立て店舗の破壊及び店長を暴行した容疑で現行犯で逮捕された。イラブは10月16日に書類送検されたが不起訴処分となった。この件について団の村の著書、イラブ秀樹野球を愛しすぎた男の真実によると店側がイラブのカードをスキミングしようとしていたことが 原因であり、後日天側がスキミングを行っていたことが明らかになったという。TEB ドキュメントによると、イラブは引退した要因の一つであった膝の痛みが、かかとを浮かせた投球フォームから地につけたフォームへと改良することで消えたことから、現役復帰を目指しトレーニングを開始した。2009年4月27日、北米独立リーグ、ゴールデンベースボールリーグに加盟する。 ロングビーチアーマダに入団。5年ぶりに現役に復帰し、初登板初先発で勝利投手になった。8月、日本独立リーグ、四国、九州アイランドリーグに加盟する、高知ファイティングドックスに入団したが、同年9月、右手首検証炎で、全治3週間と診断され、シーズン中の復帰が困難となり、イラブ側の希望により契約解除となり退団した。 コーチでの成績は2試合に登板して0勝0敗、6奪三振11四死,死球で防御率5.25であった。2010年1月19日、イラブはブログで2度目の引退を表明した。2011年7月27日、ロサンゼルス近郊の自宅で首を吊った状態で死亡しているのが発見された。イラブは7月24日を最後に、 人前から姿を消しており地元の警察の捜査では自殺とされている。ロサンゼルス軍検視官事務所によると、イラブは血中から大量のアルコールが検出されており、自殺の理由として事業に失敗したこと、死の1ヶ月ほど前から妻子と別居状態が続いていたことなどで精神的に追い詰められていた事情が指摘されている。また、 イラブは日本で指導者となることを希望していたが、受け入れる球団はなく、解説者や評論家の道も閉ざされており、野球人としての将来に不安を抱いていたとする指摘もあった。友人や関係者によって、イラブの自宅前に喧嘩台と昇降台が設けられ、阪神タイガース有志一同などの喧嘩や、阪神ファンによるものと思われる、阪神タイガースの帽子が備えられた。十九日には、 ニューヨークヤンキースが試合前に目祷した。イラブがメジャー初登板初先発初勝利を挙げた試合で、保守を務めていたヤンキースのジョージ・ラルディ監督は、一緒にいて、楽しい、良きチームメイトで何度も高騰してくれた。給油を失うのは辛い。彼にも子供がいるし、悲しいことだと語り、チームメイトのデレクジーターも言葉の壁はあったが、 周囲が思う以上にいろんなことを理解する楽しい人物だった。秘宝を聞いた時は言葉を失ったよと語った。阪神も30日に横浜ベイスターズとの試合前に黙祷し、ユニフォームにも賞を着用してプレーした。同日、イラブの古巣、ロッテも東北楽天ゴールデンイーグルスとのゲーム、前に黙祷し、球場の大型ビジョンにイラブの往年の勇姿を映し出した。 イラブの葬儀は8月3日に、近親者のみで行われ、遺骨はイラブ本人の希望では、ロサンゼルスのリトル東京にある東本願寺、ロサンゼルス別院に納骨してほしいとのことだったが、イラブの妻とその母親の遺向により49日を、待たずに、千葉市内の寺院で無縁物として、無料受動に収められた。日本プロ野球史上最速の投手は誰かといった、議論の際に、 必ずと言っていいほど名前を挙げられる投手である。2005年にマーク・クルーンが時速1 5 9キロメートルを記録するまで山口和夫、五十嵐良太らとともに日本プロ野球最速大記録を保持していた。1997年には MLB で99マイルを記録している。カト義ヨはイラブの投じるフォークボールは野茂英雄が投じるそれよりも上だと述べている。 カトリー曰クフォークで140キロ台後半が出るのは威圧感があったといい、打席から戻ってくる選手たちは、あの速さで落ちてきたら全く打てないと言っていたという。速球を軸に押し切る豪快な投球スタイルで知られたが、年を重ねるとともにコントロールを重視したスタイルへと変化していった。 前述の最速記録の後に投げた時速1 5 7トルの速球を清原にに類打されたことが投球術を磨くきっかけとなった。巨体と独特の風貌に反して理論派であるという声も多く、91年に感染や3年休園でバッテリー組んだ古田敦也は阪神時代のイラブは投球術を駆使する南東派だったと証言している。 ロッテ時代の先輩であった牛島和彦も、投球フォームの腕を上げる高さから足を下ろす位置、それによる球の軌道までを、ミリ単位といえる細やかさで考えているのがイラブという、投手と語っている。また打席ではバントが巧みで2003年には15のギダを決めている。この、バントの様を見た NHK スポーツ実況の石川洋は、最初からバントの構えをせず、 しかもバットのヘッドが平気で動くのに、イラブの場合はそれで簡単に決めてくる。と、その秘めた器用さに驚愕していた。大のマスコミ嫌いであることから誤解されやすい人間であった。しかし、吉井正人、大村岩尾、一郎などとは仲が良く、福浦和也も引退間近の取材で、若手の頃はラブさんに可愛がってもらったというなど、野球仲間からの評判は、 決して悪くなかった。彼らだけに限らず、おのしんご、黒木智弘、矢豚康彦などの後輩たちも口を揃えて、見た目に反して繊細で優しい先輩だったと、話している。また、ファンサービスや、事前活動は、積極的だったため、マスコミには嫌われているものの、野球ファンから嫌われているわけではない。また、病院で偶然、女優の豊島ゆかりと遭遇したことがあり、 豊島はブログで、なぜ新聞などでこんなに叩かれてるのかわからないくらい、気策でいい人だったと綴っている。中学生時代、かつて、ニグロリーグとメジャーリーグで大活躍し、野球の歴史上最高の投手と称されたサチェルページの投球フォームを見て、度肝を抜かれたとインタビューで語っており、以降はそのフォームを何度も真似して投げるほどの入れ込みようだったという。 またロッテに入団してからも最初の6年くらいはページのように投げたいと思っていたとのこと。ありがとうございます。